男子1500メートル競走予選は3組14名の出場です。先頭はまもなく1周目400メートルの通過、400メートルは63秒。スクリーンをご覧ください。14時から行われておりました A 女子砲丸投げ決勝、トップ8の選手が決まりましたのでお知らせします。試技順に大和さん、八雲と落とし部11メートル16、馬場さん聖光学園11メートル16、東田さん咲夜この花11メートル21、浅見さん習志野大吾11メートル22、山本さん朝日11メートル30、林さん竹原11メートル54、広沢さん友淵11メートル63、そして現在トップは新藤さん淀川12メートル42。ただいま4回目の試技に移っております。どうぞご注目ください。先頭は800メートルの通過、2分12秒。鐘が鳴って残り1周。1200m の通過は3分21秒。女子砲丸投げ4回目の試技で見事新藤さん淀川12メートル96の大会記録をマークしました。この後の投擲にもどうぞご注目ください。すいません、覚えてますか？
スクリーンをご覧ください。ただいまの一着、横田くん3の4分07秒68、2着大上くん愛知立教4分07秒89、失礼しました、4分07秒86、3着西川くん太田市立太田4分07秒91、4着以下スクリーンをご覧ください。